はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日は、無人ですね。無人デッキ新しくねカードが追加されまして、新パックで無人ヒルコっていう、モンスターが追加されまして、このモンスターの、ペンデュラム効果すごい強いんですよ。このカードが来たことによって無人新しい動きができるようになったので、これをねちょっと紹介してい、きたいなというふうに、思ってるんですが、このねモンスターのどういう効果を持ってるかというと、ペンデラムゾーンに設置して使う効果なんですね。ペンデラムゾーンのこのカードを除外すると、自分のフィールドの無人エクシーズモンスター1体を対象に、その自分のモンスターと、カード名が異なる無人エクシーズモンスター1体を対象のモンスターの上に重ねてエクシー召喚扱いとして出せると。だから基本的な動きなんですけども、無人のスサノオっていうモンスターがいまして、これをレベル4無人2体で出していく。例えばその無人降臨とか、あとまあヒルメとか、アラスダとか、この辺のなんか除外して特殊召喚できたり、除外されたら特殊召喚できるモンスターを使ってなんか並べたりとかして、スサノオを出すんですよ。でスサノオでこのヒルクをサーチするんですね。でペンデラムスキルにセッティングして、でエクシーズチェンジして、アマテラス出すと。でアマテラスはこれ結構面白いことを持っていて、自分のターンであれば除外されている、無人モンスターを特殊召喚、相手ターンだったら回収っていう効果を持ってるんですよ。これで、自分のターンだったらヒルコを除外して特殊召喚したアマテラスでヒルコをもう一回持ってきて、で結構ね召喚権使ってなかったりすること多いんで、あとあれですね、援軍でなんかそのビーストウルフ落ちてたりとかいうことがあるんで、結構ねアマテラススサノオっていう盤面が意外とね簡単にできるんですよ。これをね今回はやっていく、まあ目指していく、まあ、スサノオを出してスサノオでアマテラスにして、でアマテラスでもう一回スサノオを出せるような展開をして、でスサノオでもう一回持ってくる、何かハバキリとかヤマトとか何でもいいけど、そういう感じのカードを持ってきて、まあぶん殴っていくっていう感じの構築になってますね。で枚数めっちゃ難しくて、なんかまだ迷いながらね結構やってるんで、ちょっと確定札の枚数とかじゃないんだけど、まあメインギミックはまあ一番援軍がいいかなと思ってて、これ無人ってこのオキスっていうモンスターがいて、これゲームから除外するとあれですよ、そのダメージゼロに、そのターンのダメージ全部ゼロにできるんですよ。だから絶対知らないんですよね。オキスが落ちたら絶対ターン返ってくるっていう、これ強いです非常に。でこれをまあ簡単にね墓地に落とせる方法としては、やっぱり墓地詳しいギミックが必要なんで、まあ援軍かなっていう、援軍とかまあライデンですね、はい。でビーストウルフとかが、まあ、落ちてくれたらさらに展開できるしみたいな感じで考えてます、はい。で防御札ね、もうちょっと本当は入れたいんだけど、クリボールとかさ、なんか助けるとみたいなこういうカードとか入れたいんだけど、ちょ輪っかがなくてねマジでちょっと構築かなり難しくて、無人って墓地リソースをバンバン貯めていくのが必要なんですけど、ただ多くしすぎると事故るんでね、衝動カードが引けなくて、かなりちょっと構築が難しいんだが、まあ、こんな感じの私は構築に今のところしてますっていう、ということで、まあ、無人好きな方がいらっしゃいましたらね、ぜひディスコードにポチッと貼っていただけるととても参考になりますので、皆さんの参考になりますので、ぜひよろしくお願いします。はい、好きな方はぜひ使ってみてください。早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、ハーピーの狩り場 OK、 狩り場 OK、 狩り場多分修正されるんじゃないかなと思うんだけど、みんなどう思う？絶対おかしいと思うんだよねこれ高校取ったらさ、魔法トラップカードをひたすら叩き割るのマジで迷惑だよね。これ絶対おかしいと思うんだよね。このスキル頭いかれてんだろっていうレベルで強いよねこれ。これさ、なんかOCC の方だと手札誘発とかがさ、ほら増字とかウララとか、まあ、無限抱擁とか、なんかそういうねニビルとか、ああいうカードが一応手札誘発としてあるんですけど、だからハンネスしないとなかなか辛いっていうのはあるんですけど、リンクスって魔法トラップカードが手札誘発みたいなもんなんですよね。だからそれを全部破壊してくるのは良くないと思う俺は。とりあえず脳死で援軍打つわ。脳死で援軍打って、オキツは落ちた、なるほど、じゃあ死なないよ次絶対に。オキツが落ちたら俺は死にません、絶対に絶対に死なない。展開するかも、殺せそうじゃね。オキツ効果で、村熊墓地送って無人降臨、無人降臨、墓地のサガさん落ちてのね、で村熊なんでもいいや、
サグサとウサギと起きてた、これ何、犬これタヌキ、わかんないけど、で特殊召喚、はい、で武人モンスター2体でオーバーリーエクシーズ召喚、現れろ武人、武人帝スサノオ、そして村雲の効果消えろそしてスサノオの効果を発動、スサノオの効果によっておきつを墓地に送りながら、こっちどこや、ねえ、ヒルコを持ってくるぜ、もちろん手札に加えていく、そしてヒルコをペンデラムスケールにセッティング、ヒルコのペンデラム効果発動、このカードをゲームから除外し、武人モンスターを武人モンスターにエクシーズチェンジ、武人アマテラス、アマテラスのモンスター効果、オーバーレイユニットを1つ使うと除外されている武人モンスター1体を特殊召喚できるぜ、さあ村雲が帰ってくるぜ、ピロン、召喚権使ってないんで私召喚しますこれで召喚権使ってないってマジ、これ召喚権使ってないってマジっすか、デッドリーって感じやん、はい、おいおい最強かこのデッキ、なんか知んないけどブームあったぞ、お強すぎるだろ、ブラックもえいえいえい強よ、あ強よ、神ゲー起きてるわ、これはさすがに強い、対戦ありがとうございました、うーん無人、無人ってこんなに強かったんですね、知りませんでした、さあお相手の方ユベル、よろしくお願いします、ユベル先輩、ユベラーは何だろう、これサンダードラゴンですよね、まあちょっと電気熱いし、サムサンダードラゴンでしょうね、はいはいはい、オッケー、ライデンリューね、了解、で演武転機する、炎天して、まあ、ライデンいいんだよな、ライデンいいんだけど、さすがにさすがにヤマトですかね、ライデンから入るのちょっと結構そこそこギャンブルっちゃギャンブルなんで、ヤマトがいるときヤマトから先行だったらね、ここでいいんじゃないかなっていう、でまあさすがに死ぬ可能性あるんで、オキツ持ってきてオキツ捨てるしかないですね、はい、ちょっと弱いですけど、まあしょうがないですねこれは、で次に一応無人降臨から入れるんで、まあ悪くはないでしょう、モンスターがやられたとしても、さあハバキリ持ってるかもしれないから相手は殴りづらい、そしてさらにハバキリっていう、てかターン終了、何事故ってるか、まあでも手札誘発はさすがにあるんだろうな、手札誘発は多分ある、手札誘発込みで考えてないんだね、あハバキリ来た、オッケー、これ普通に展開、とりあえずライデン召喚して、でライデン召喚なんかある、でライデン竜はぶん投げる、はいはいはい、オッケー、ライデン竜はぶん投げる、オッケー、ちょっとねトリキライナーが抜けないのであ抜け、まあ、抜けるけどちょめんどくさいので、ちょっとあんま特殊召喚はしたくないんですよね、殺せる展開なんだったらケツカも落ちたのは強いね、ケツカも落ちたのは強いが、強いがなんだよ、これはねこうするしかないね、でこうだね、こうだね、でこれでバトルフェーズ入って、で1900と2100通ったら勝ちみたいなパターンで行くしかないかな、展開して取り切らないのが一番めんどくさいから、こうだな、これ通るか、1700通る、なるほど、闇の誘惑は1800だと思うんで1900はもう通る、なるほど、1枚かな誘惑は、じゃあカイトロイドとか入ってないからね、確かにベイルも、ベイルが入ってるぐらいか、クリボール OK、 クリボールはいい、了解、取り切らないのがいても出せなかった、でヤマト効果発動、これはですね、ウサギちゃん、ウサギちゃんくせえけどな、これウサギちゃん、ウサギちゃん持ってきて、おきつでウサギちゃん、あ、どっちにしてもこれ傍聴くるわ、サグサね、はい、でこれでおきつとサグサいるんで多分知りません、多分知らないと思う、 OK、 ヤマトの人が落ちた、一応ね、今どういうことが起きてるかっていうと、戦闘破壊耐性を1回付与することができるカードが落ちていて、でこのターンなんかダメージがゼロになるみたいなカードもある、はい、闇の誘惑ね、了解、さあやっと闇の誘惑ができた、残りなんか400、
オッケー、雷獣竜オッケー、雷獣除外されるとサンダードラゴンをデッキから特殊召喚できる。オッケー、モンスターを特殊召喚、雷調理の方ね、了解。ってことは、雷電じゃないからロッドアイズは飛んでこないね。雷電、あ、でも雷電いないかもしれないか、デッキに。雷電もデッキないのか。あんまりね、雷電で使いすぎるとこういうこと起きるんだよね。ちょっとリソース管理が難しいみたいな。リリース。サンダードラゴン OK。サンダ、雷調理、サンダードラゴンの効果。あ、なるほど。そんな手が弱いんだ。リセマナ捨てるしかないってことね。はい。打ち手の小槌をしていく。小づいていく。2枚デッキに戻して2枚サーチ。てか、ドロー。はい。いいでしょう。全く問題はない。レビオニア来るか。レビオニア。レビオニアはさすがにね、引いてると思うんだよね。1枚くらいは。あ、来たね。オッケー。オッケー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 いいでしょう。でレビオニア効果、モンスター効果、雷電流効果、サグサだけ残した、サグサ、サグサで、ヤマトだけ残して、あとは死んでもいいや、あとは死んでもいい。最悪あれがあるんで、オキスがいるんで大丈夫だと思います。オッケーオッケー、どれ、オッケー。でサグサ、ヒリメの効果、ヒリメの効果、ハンデス、ハンデス、ハンデスはねしない方がいい。でオキツフリーチェで、ダメージゼロってできるんで、多分このさんさすがに知らないですね。2400までだったら受けてもいいです。2400までであれば受けてもいい。バトルオッケー、バトルオッケー。でもそっちは幅切れてない。なお、マジか。えクリーボールもう一枚あるのかな。クリボールもう一枚あることを考えて展開していく必要がありますね。ではこれ何これ、モンスターがいるとね無人降臨できないんで、ですね、とりあえずですね、一旦ヤマトとかどうでもいいんですけど、ヒルコかヤマトかどっちか除外して、でヒルコを特、ヒルメを特殊召喚で無人2体でオーバーレイ、無人、これはもうダメージが通れば勝ちなんで、トリケライナーはケアしなくてもいいです。スサノーで、スサノー効果、さあ並べていくぞ。ヒルメで、無人持ってこれるんで、これでヒルコ持ってくでしょ。はい、でヒルコペンデラムスケールセッティングで、ペンデラムスケールセッティングしてペンデラム効果発動、除外して、スサノオをペンデラム、エクシーズチェンジしていく。もちろんアマテラス。さあ世界を救っていくぜ。世界をなんか荒らしたのはこっちらしいですけどね。なんか無人機アマテラスを生み出してしまったとか言って、なんかヒルコがなんかアマテラスを生み出したらしいですよ。なんか知らんけど。サグサでいくか。サグサ、はい、でまたもう一回破壊耐性をもう一回使います。で幅切り召喚で、レベル4の無人2体でオーバーレイエクシーズ召喚、現れろ無人機スサノオ。スサノオのモンスター効果に単一制限がついてないぜ。行くぜ。サグサを墓地に送って持ってこい、幅切りを。よし、ぶっ殺してやる。さあクリボール2枚ないと死ぬぜ。お前は、お前クリボール2枚ないと死ぬ。行け、スサノオ食らえ。ダメージ計算直前、ドリャードリャーショラー。無人なめんなマジで。対戦ありがとうございました。さあお相手の方、ゆうやくんですね。よろしくお願いします。デュエル3倍いくぞ。ゆうやくんいいじゃないですか。ゆうやくん、ゆうやくんはいいよ。ソーラーエクスチェンジ、グローアップバルブ、ブロックドラゴン、やべえやべえ、いや強そう強そう。今んところ最強のムーブみたいなのされてる。俺はモンスターを召喚、岩と岩と。やめろ、笑顔に、笑顔にするな俺を。イージーチューニング、イージーチューニング、やば、だってめっちゃ上がるじゃん、仙台上がった俺、やば。え、嘘でしょ、これでもしかして、うわー嘘ー、やばい。3600岩と抜けないよ。3600岩とは抜けないよ。いや無理、モンスター効果は発動できない。スプリットモンスター以外の、スプリットモンスターの以外の効果は発動できない。やばいやばい、ちょっと待って。
武人ってマジでモンスター効果しか使わんのだってマジで。これだけ笑顔になるとマジで迷惑だろ。21にどんだけ打つ、やばいこと起きてるわ。いやさすがにやばい、このデッキ5500岩と誰が勝てんだよ。